おはようございます武田哲也ですすおはようございます水谷和です。というわけで先週までは寄生虫の話、はい、これなかなか面白かったでしょ寄生虫だからあんまりイメージよくないから気持ち悪い人は気持ち悪いかな、はい、えー、こうちょっと怖いというか不気味というかでも腸内細菌とというと話は変わるでしょ私たちはとにかく体内の寄生虫こう日本では駆除することに成功したわけですな。 そしてもう一つでありますがアレキサンダー・フレミングフレミングによって作り出されましたペニシリンこれは青カビですね、はい、あの仁先生もやっておりましたが青カビがもたらした力によって病の細菌を殺した、はいえー、驚く中で人間の腸には1,000種以上の細菌が住んでいるそうであります、はい、人間の腸そのものが巨大なジャングルだ、うん、そうで 先週もちょっと触れましたけど困ったことに実はですね善玉悪玉ってのは非常に分けにくいとでこの両方善玉悪玉ともに皆殺しにすると人間そのものを殺すことになります腸内における善玉善玉菌悪玉菌を全部殺すと人間は死ぬんですはい私なんで死ななかったと思う <え>俺この本読んですぐ思ったの俺なんで知らなかったんだろうって <laughs> なんで大学の先生たちはあんなに悠然と俺に抗生剤を打って一匹の雑菌も入ってこないようにですけども悪玉も善玉もみんな殺しちゃって平気だったんだろうっていう何ですか不思議だと思うわねなんで俺は死ななかったのかってだって一瞬も本当菌のいないスカスカ状態になったんですよね俺はきっとねっ竹の筒みたいになっちゃったんじゃないかなと思うんだ <laughs> はいうん それでも俺は死ななかったわけだな。はい、で、慌てて森行って、鼻からやっぱ吸ってたんだろうな、金を。<laughs> おそういうとかあんのよ。<ー>あのー、清潔なホテル暮らしが1ヶ月ぐらい続くともう、とにかく行きたくなるじゃん。うん、でね、カナね、面白いことはね、人間の本能だけで言うとね、俺、ゴルフやらなくてもよかったんだよ。つまり、森の中行きたかったらゴルフやりたいだろうとかあったんだけど、そうじゃないんだよ。はい、なんかね、 ゴルフ場じゃなかったんだよ。俺が求めてるのは。ゴルフ場でも深呼吸できますからね。そうそうそう。いいだ,だって向こうの方が森に近いし緑に近いでしょ。うそうじゃないんだよ。なんかね、朽木があったり、枯れた草があったり、キノコが生えそうな倒木がないとなんかダメなのよ。湿った感が欲しいそ。そうなのそうなのそうなの。<laughs> うん。そんで、あの、正直に言おうか。はい、一番最初に飲んで、うまいと思って で飲めたお酒退院した後もう先生からもケ、OK、ーもらった後だよ、はい、もう少しくらい大丈夫ですよって言われた時飲んでうまいと思ったのはナンバーワン日本酒、うん、いや他のアルコールで言うとはやっぱ違う感じがんですか別格なのなんだろう俺金じゃねえかと思って金発酵っていう、はあ、つまりなんか体全部がからなんか金を求めてたんじゃないかなと思うんだ 本能ですねねそれは、ね、もう本当に本能だと思う、うんえー、細菌学者のパスツールが言った通り人と細菌は相互依存絶対的総理共生の関係にあり腸内細菌を全て殺すことは殺人罪と同様である、はい、で腸が元気でいるためにはちょっと先週お話し,しました野生のヒツと同様に天敵である悪玉が必要なのである 悪玉って必要なんだよ。はい、ね。はい、正義の菌、善玉菌を活躍させるためには、やっぱりやや弱めの悪玉菌がいないと、マテ天狗は解決に走れない。ね。腸、うん、内の一番いい環境は、自然のまんまのジャングル。これが腸内には最高の姿であると。<ー>人間は60兆個の細胞が繋がっている自然ではあるが、 その中にはさらに、一千兆個の細菌が住んでいる。うん、一千兆個住んでんだよ。はい、体の中に。はい、な三十何億とか百億とかそれどころじゃないんだよ。うん、うん。人の腸にいる、えバク、えバクテロイデス、テタイオタニミクロン。もいいや。とにかくそういうやつ。<laughs> えそういう細菌は植物分解に 関わりなんと400種以上の酵素を作り出す、はい、お腹の中に酵素を作るそういう自然もあるわけですね、はいええ、さらに便にして捨てずにカロリーとして吸収できるように手伝う細菌もいる、はあ、これすごい話だと思わないでそ、はい、の便が出てきますよね、うん、でその便になる直前に その,その便をさらに活用してその腸内の菌が栄養として送り届けるんだって吸収にでもお腹の中に巨大なジャングルがあるというのはなんか本当に面白い話だなと思いますね、はい、さあここから話はさらに深まりますし皆さんどうぞ覚えておいてくださいね大学の先生は私に平気で抗生剤全身に流しました1日に2回。えー、2> きつかったこれはもう 1で一匹の菌も入らないにしたんですが私は死なずに、まあ、元気になれたわけでありますけども、はい、なぜそんなことが起こったのかこっからまたさらに面白い腸内の現象が<あ>この続きまた明日のまな板の上で武田田今朝の三枚おおははよよううごござざいいまますすすすでで水谷腸、えー、内に細菌がいなければ重要な栄養素を吸収できず病気にかかるリスクも膨らむのだ この辺のことを込みで考えますと武田が体重1 0キロ落ちちゃってそれでぜいたく病の痛風が出たとかっていうのも、えー、なんか分かりますね、はい、な,なんかある種の奇妙な体の,あのバランスの中に私がいたんでしょうね <laughs> とにかく腸にはあ善も悪もの両方の細菌が必要なのであるとこんな実験をしたそうですよ専門家が。マウスに病のサルモネラ菌 サルモレラ、はい、食中毒だこれな、えー、それと薬の抗生物質を同時に投与するうわ、はい、こんな、ね、すごいねサルモネラっていう、えー、食中毒の菌とこの菌を殺す抗生物質を同時に投与する、はい、すると必ずマウスは死ぬそうです抗生物質は強くないんですかえっとですね 抗生物質がマウスの腸を守る、細菌を先に殺してしまうんですって。ああ。ほほほほ抗成物質が守るべき腸、腸の中にいるやつを先に殺してしまうんで、んね、サルモネラに、やすやすと侵入されて、腸内が一遍に炎症を起こし、死んでしまうと。で、これ面白いね。 サルモネラ菌だけを投与されたマウスはほとんど死ぬことがないって。あ自分の中でも戦ってる戦いが始まるんだって、それから。うんえー、そしてもう一つ、なんだろう。こ昔書いたやつが、かっこして、で、ここでって書いてあるな。はいえー、武田がまたメモを挟んでるようでありますね。ちょっと昔のやつは何書いたか忘れてしまいました。2>, <laughs> 2年前、私は心臓手術した後、風邪の症状が出たために、 退院が延期され、これ、散々話しておりますがね、えー、それから2週間、えー、抗生剤投与を与えられ、これ、1日に2度、抗生剤を流し込んで、感染症を防ぐために体全体を無菌状態となった、で体力なく食欲なく、これが一番つらかった、この抗生剤投与がね、やっぱ書いてますね、ここからわずか2週間で体重が10キロ落ちたっていうね。 でまあ、くどい話ですがその後退院したがすぐの便秘退院した後の便秘はすごかったと、はい、でものすごく森に行きたかったっていうねで森に行き始めるとゆっくりと便秘が収束していったっていう,う私はこう鼻から森の中の何かの菌をこう やっぱ吸い込んでたんじゃないかななんてことを書いてますねはいええー、これねあのこっからまたね横の話に一回言ってやろうと思ってねいい本めっけたのよはああのパンの最高のイースト菌はい膨らまし菌はいイースト菌あれを森に求めて岡山県まで引っ越したっていうあれ森にあるんですかあれねイースト菌ってあるじゃん、はい、あの かなも使うあれ。まあ、買ってきますよね。ああ。ええ。あのね、本当にうまいパンを作るんだったら、森まで探しに行けっていうの。どこにあるのなんかね、そこら辺にあるカビをね、えー、そのパン屋さんすごいのよ。缶だけで探し当てるっていう缶でうん。で、それを使って発酵させるんですか、うん、でそこのパンが抜群にうまいんだって。えー、この人はね、あの、昼前焼きそば。 なんかで有名な岡山県のヒルゼンっていうね、あの高原あたりでね、これ番組聞いてらっしゃったかなパン屋さんやってらして、あの、金次第なんだって。パンの出来は。イースト菌使わずにナチュラルなヒルゼンの高原に住んでいる、あの、金を使って発酵させてるんだって。あの小麦を。味が違うんだ。 すっごいうまいの。俺ね、それですーごい感動したのは、はい、彼がすごい悩んでうまくいかないわけだよ。ええ、膨らみが足りなかったり、味が落ちたり、本当に悪い菌だったりね。で、苦しむんだけど、彼がね、あの、こういうプラスチックの容器をやめて、はい、竹の筒とかにしたんだって。<う>そしたら菌の勢いが良くなったんだって。<ー>自然って、てっ 一定して人口を嫌うんだってねだからこの本の中にあったけどもこれもものすごい長い章で紹介してたんだけど無菌状態っていうのがどのくらい生物にいいかっていうのを一生懸命確認して無菌を作ったた研究者がいたわけよでその人の研究結果で無菌をものすごくこう歌ってたんだけど、うんはい、今出てる結論は全くの無菌状態は 決して生物にとってはいいことではなくてかえって生物にとって無菌というのは非常に危険なんですんこの辺りがちょっとより話よれましたけども明日さらにまっすぐ話突っ込みたいと思います。武田哲也今朝の三ろし おおははよよううごござざいいまますすす田也で水谷かなですこの本の中に書いてあったことですが人間は腸内特に腸内に関してはその無菌だと死んでしまうと、うん、ねでもよく考えてみると私は当たり前ですが治療法としてちょっと感染症が疑われたもんですかってして2週間抗生剤を体の中に1日に2回ですよ、はい、30分40分かかるんだよ点滴で入れる点滴で,、ね、で入れるのもこれ痛いんだ、うん、これが、はい、本当に。 それをやってておりまして私10キロぐらい体重落ちましてもう何にも美味しくなかったな、はい、食欲が人生で初めて落ちたという,、ね、う,ん <laughs> うん、俺食いっ気だけはあったんだけどうんそのくせ変なことしてたな先生から叱られたけど1時間だけ病院から出る許可もらって、はい、スーパーマーケット近くの、えーえー、そこの売り場で匂い嗅いでた。えー、どういういことですか <laughs> スーパーマーケットで深呼吸だけしてた俺。え、何より場で深呼吸してたんですか。揚げ物。それはどういうことですかね。特にアジフライ。何も食べたくはないんですよね。何食べても美味しいと思わないんだけども。とりあえず匂いは。匂いだけ。嗅ぎたい。アジフライ。アジフライ。エビフライ系。なんか切ない話ですね。本当に悲しかった。 ほんでもう匂いにすげえ敏感でちょっと散歩で夜そのスーパーマーケットに秋の味覚の果物の種類の陳列が変わると感じてたのあっカキ並んでるとかね敏感になってたんですその間食べ物を食べても全然味とか美味しさ感じなかったんですけども不思議と私は死ななかったわけですよねその腸内細菌を殺してる割にはね。 なんでかなとおも思ったんですけども、実はこういうことがあったの。これつい最近分かったことです。かなさんはモーチを持ってますね。ええ。ま皆さん持ってる？持ってるね、えー。内臓の無用器官としては中水中水でいいのかな？中水。注水 これは盲腸と呼ばれて、もうほとんど呼び捨てにされてきまして、猿の時代からの痕跡ということで、何の役にも立たないという、うんなんか尻尾の名残みたいな感じで、はい、これも切除しても全然影響ないと。ええ、命にも何にもね。だから、哺乳類だった頃のただの名残とされて、なんかあったら切り捨てられてきたんです。昔はね、盲腸の人多かったですよね。盲腸の人多かったですよね。ええ ほんで、まあ、切ったりなんかしてたんですが、この盲腸に関して一つだけ疑問があるんですね。これ、はい、もう今でも変わりません。はい。こ、こ、この、これさえ出なければ、あの、盲腸はお互いに3人とも持ってるわけですからほ、掘ってそのままあるわけですな。で、これ、1個の場合だけは大変なことになる。これは、破けた場合です。うん。注水炎。はい。これは、破けちゃって炎症を起こした場合のみ、えー、これ、命の危険があるんですね。 うん、と申しますのは、この中枢は、免疫、組織、抗体、細菌などで、膨らんでるそうであります。ほおずきみたいに。はい、で、破れると、腸内に細菌をばらまいて、本当に身の内から感染症を起こしてしまうという元凶になる。ええ、ですから、 その炎症を起こす前、もうその破ける前に切ってしまうというね。はいはい、で、我々の場合はもうそういう炎症を起こす、あの、気配がないし、お腹ちょっとも痛くねえから。はい、だからまあそのまま持っているわけであります。はい、で、なんでこんなもんが身の内にあるんだろうと。うん、しかも、破けてしまったり炎症を起こしてしまったりすると死の危険がある。一体中水とは何者か。ね。はい、えー、何のためにくっついてんだろうと。えー。なんと。 2005年、やっと中枢、盲腸の本当の仕事が分かったんです。ノースカロライナ州のデューク大学のポリンガー教授とパーカー教授、これで初めて中枢の仕事が分かった。中枢<水>。うん。実は中枢には抗体がぎっしり詰まっている。抗体は最近の進軍を防ぐ。第二の防衛軍で抗体は、これなんて読むのかな、抗体は、 IGA という名前。まあ、とにかくそういう名前の抗体が入ってるそうで。で、不思議な抗体で侵入してきた細菌に潜り込んでしまう。細菌にはドアがあって IGA を身のうちに招き入れる。で、一体そこで何をしてるのか。なんかこう役割があるらしいんだけど、はい、その抗体。はい、盲腸の中の抗体。これよくわからなかった。ところが、1996年、わかったと。 ね、この IgA という盲腸の中にいる抗体の働きはこれは細菌が腸内に住みやすくなるように手伝うんですってこれほ<う>えこれ俺言ってる意味わかるえっとはいあのね万里の頂上に例えましょうはい免疫システムのことをね、うん、その万里の頂上の内側にちっちゃーな小屋があるんですよええ 小屋は何の役にも立たないと思ってたんですが、なんと、その小屋の中には、外からやってきたばい菌を隠すという仕掛けがあったということなんです,うんうんですはい。これ面白いと思わない、うん、ちょっとね、謎の臓器でありますが、その不思議な働きを皆様に。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。 おおははよよううごござざいいまますすすす田でで水谷です俺この盲腸の話はもうめっちゃ面白かったのよ。<laughs> はい。ちょっと昨日説明の仕方が悪かった。IgA とかちょっと難しい IgA とかっていうのは出てきたからね。はい、とにかく、えっと、盲腸というのが腸内の中にあって今までは何の役にも立ってないとい言われてたんだけどもうぐっと話を短くするとどうも盲腸、中水は。 体内の細菌の隠れ場所だったっていう。じゃあ役立ってんじゃないですか。ってことですよね。悪者を隠してんだよ。んその細菌は悪者なんです、ね、悪者なのよ。いいもんじゃないんだよ。だから破けちゃダメなの、ね。そうそうそう。あそかそかあ、そっかそっか。ね。だから、破<ー>けると大変なことになるというのは、いっぺんに悪い菌が腸内に広がるから。そこに悪いやつが隠れてて、IgA って言ったのは、その、 その悪い菌を隠してくれる毛布みたいなものなのよ。うん、なんでそんな、その、細菌の隠れ場所が腸内にあるのだっていう話だよ。ですよ。意味がわかんないです。でもこれは間違いなく、私が感染症の疑いがあって抗生剤を全身に流し込まれたとき、うん、私の腸内、 環境は無菌状態になったわけですよ。すべての菌は死んで。その時に、悪い菌が盲腸に逃げ込んだんですよ。ええそうなんですかあねえ何しなんだいって言いながら、抗生物質だ抗生物質逃げろみたいな。逃げろみんなわーっと、盲腸の中に。盲腸の中隠れてる。冗談じゃないよ。何をするんだいとんでもねえ野郎だよなんだラップーっぽくなっちゃう。はあ。なはい。 これ面白いですね。もうぐっと話を進めましょうね。はい。つまり、注水は体内の細菌の隠れ宿であった。なぜそんなことをするのか。まず、その一つ、虫水炎は途上国より圧倒的に先進国に多い。なんと驚くなかれ。 えー、中水は免疫システムの防衛・演習のために少しずつ腸内に病原菌をばらまきシステムに刺激を与え続けるという役割をしてたっていうへえ<ー>あのー、いつも緊張状態に朝の天ンやるみたいなもんだよ盲、はい、腸がはいそういうシステムになってたというねええー えー、これはあの、今のところは完全に証明されたわけではないけれども、これはかなり有力視されているということですね。はい、で、言えることは、体は病原菌に対して敵皆殺しの完全な勝利を望んではいないと。勝ち続けるためには敵を決して皆殺しにしてはいけないという、勝利の方程式に従って生きていくのが、体の免疫システムの決心であるという。 はい、とにかく腸内にはそういう細菌菌の隠れ場所が一箇所あるっていうところがなんか俺にとってはなんかすごく驚きでねお腹の中は不思議ですねなんか俺この話結構ワクワクしてさてつ星さんもう身に染みてわかるような感じですよ、ね、れこれがね本当にわかるの体感してますからねああってあの あの、なんつうか、こう、退院して、薬の匂いから解放、抗生剤の匂いから解放されて、公園のちょっと湿り気の多い、あの、湿っぽい空気を嗅いだときに、なんか、全身にザーンつくものがあるのよ。またアジフライと。アジフライ。<laughs> それまた別の話じゃないかと思うんですけど。いや、あれはずっとアジフライだ <laughs> なんかあるんだよ。ザーンつきました。<laughs> そうそう。 なんか、ね、アジフライでなんかシステムがよみがえる何かがあるんだ <laughs>、はい、でもあの一つだけ提案できることですけどもやっぱりそういうところになんか空気を吸いに行くっていうことはものすごくなんか人間の体にとっていいことなんじゃないかで、うん、俺ほら最近釣りやりたいとかって言うじゃない。うん、あれも 水気のあるところにはその手のそのつまり腸内に取り込んでもいいような菌が浮遊してるんじゃないかな<ー>うんなんかよくわかんないけど自然を取り込みたいっていうことですよ、ね、うんやっぱりあの自分の腸内に森を作るとすれば、うん、それは森に行ってなんかこう吸い込むことによってそのエキスって取り込めるんじゃないかな、うん、だからウォーキングがいいとかなんとかいっぱいこう言われてるけども俺たちが一番求めてるのは やっぱりなんかこう、原型の本物の自然の一部を体の中にいつも持っとくこと。で、あの、勝ち続けるためには決して敵を皆殺しにしないで、あの、ね、なんかこう、敵と折り合っていくっていう、うん、そういう考え方。はい、なんか、それがこう、生き物を励ましているんじゃないかなっていう気がして、はい、時間いっぱいになってしまいましたね。 武田哲也、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷奈です。えー、というわけで、ロブ・ダン博士によります、ワイルドライフ・オブ・アワ・ボディーズ、私たちの体は寄生虫を欲しているというね。えー、昨日うまいとか話をギャーッと詰めたもんで、今日はもう何もネタがなくなってしまいました。はい。はい。ただ、 この本はねちょっと面白かったなあうん,うんいやでもなんかこう自分のこう体内にジャングルがあると考えると、うん、あ私もじゃあワイルドで健やかなジャングルを作りたいってやっぱりね,思いますねジャングルなんだよねジャングル、うん、やっぱ腸内は森であるっていうのはうんやっぱねなんか俺すごくわかるような気がしたの、はい、だからあ<の>発酵食品とか発酵食品とか 飲酒やっぱり一番最初にうまかったのは日本酒、うん、日本酒たまかったんだよねはいでその次にやっぱりワイン来たもんね発酵というのが正しいんだろうけど「腐る」っていう文字にこうまつわるものね、うん はあ、そ,そういう体の変化ってすごく感じま素直に体が欲するっていうのが面白いですよねだからやっぱり無性に時々納豆が食べたくなることとかも絶対に納豆だ,だ納豆ってやっぱそういうもんだだからこの間自分でもびっくりしたんだけどあの結局お俺のこの手の旅はね全部ね10月のちょっとあの睡眠障害、はい、睡眠困難 寝わるしという1か月間の間に何とかしなきゃってバタバタしてるうちに体験したことでその時もやっぱつくつく思ったんだけどやっぱり眠れないっていうのはどこかやっぱり自分の体の中があの森ではなくなってるんだなっ強烈に覚えてるのはねもうそれんて言葉で表現していいかわからないから下ろしにくいんだけど。 まだその病院に睡眠障害の病院に行く前に仕事があって浩摂さんとかとその辺で佐賀のほうで歌を歌うってあったの俺らはトップバッターだったんで早めに終わって俺なんか眠れないからちょっともう夜が怖くてさもう眠ろうと思ってベッドに入って3時間起きてるのって疲れるんだよね。 だったら寝りばいいのになとにかくその日も今日も寝つきは悪いかなとかって思ってまあ、出番終わってえーえー、3時くらいに始まるコンサートだったんで,、はいで、佐賀の会館があって佐賀の会館の楽屋口抜けて10月の中旬ぐらいでしたよちょうど台風の大きいのが去った後ぐらいだったかな、はい、表に出たら もう綺麗な夕焼けだったの。<ー>で、今年の夏ひどかったじゃないですか。暑さも台風も。ええ、もうその時の佐賀の夕焼けが身に染みるんだ。んそしてかな、もう一回繰り返すけど、深呼吸したらまたあの例の、そのいわゆる森の匂いだよ。湿っぽい。あの、稲の刈り入れの終わった後、どっかで藁焼きながら、それが、 佐賀の町は県庁所在地にもかかわらず市民会館の駐車場まで漂ってくんのよ。<ー>俺さ、市民会館の階段に座り込んでさ、もう久しぶりにぼーっとしてたのよ。あの時の吹く風の気持ちよさね。はい。もうなんか。落ち着きますね。落ち着くよね。だからあの、湿った枯れ葉の匂いとかっていうのが。 そうですね。こう<む>雨、雨の後の匂いとかね。うんうん、なんかありますよね。あ,あるでしょう、はい。あれをね、もう夢中で書いてたときに。そのこの手の本がすごく身に染みて。はい、なんかあっちょ自分の体の中には。今、森が足りないんだっていうね。でも、その時、哲也さんはきっと病んでらっしゃったんでしょうね。病んでたんだろうね。<laughs> もう辛かったー。 でもそこで哲也さんのすごいのはこう書籍を読んで何とか前に進もうっていういよなそこから解決の糸口を見出そうっていうその生きる力なんかさ <laughs> ニュージーランドのチームにぶつかっていく日本のラグビー選手みたいなさ体当たりするんだけど <laughs> 押していくんだけど押し返されてるみたいなブラックソックスにぶつかっていくなんか。 桜マークの選手みたいでさ哀れなんで、はい、でもやっぱり考えたな、はいうん、考えるよ、はい、でやっぱり思い当たったのはが足りねえ <laughs> 非常に今は足りてるんですか最近もうめちゃくちゃ寝るようになっちゃってなでもそれは何よりですね眠、ねね、れないのはつらいですもんもう今はあのちょっとねあの頻尿で困ってるぐらいでまあそれはお年のせいだからしょうがない、はいはい だから本当に睡眠ってわけわかんないよね、うん、眠れない時あんなに眠れないのに眠り始めるとやすやすと眠るじゃない、うんえー、昨日も9時に寝てちょっと頻尿で1時ぐらいに目が覚めてそ,それだけ寝れば十分か十分だよな、うん、で,、ね、1>, <laughs> で1回目のトイレ行ったんだよ、えー、なもうその時にも,、うん、もう眠たくて眠たくてさ <laughs> じゃあ10月は何だったんだよって言いたくなるけど <laughs>、えー、でも人間の体ってそんなことが起きるんですね。えー、というわけでございましてですね今週は我が身の内の野生について語ってみたわけでございますがまた来週は別の話題でご意見伺いたいと思います。このののまた来週の話題の上で